アラフラ海は、ニューギニア島南西岸、オーストラリア北岸、小スンダレッ島、タニンバル諸島などで囲まれる海。西に、ティモール海、東には、オーストラリアニューギニア間のトレス海峡を隔てて、サンゴ海、南には、カーペンタリア湾がある。大部分が、サフル陸棚と呼ばれるニューギニアとオーストラリアにまたがる、大陸方の部分にあたるが、小スンダ列島南側に沿っては、 水深1000メートルを超える海溝が連なる。東西約1300キロメートル、南北約600キロメートルの海域で、面積は約65万平方キロメートル。オーストラリアとアジアを結ぶ、主要航路がこの海域を横断するが、サンゴ礁からなる浅瀬が多く、航行の障害となる箇所も多数ある。アラフラ海の名称は、自由人を意味するポルトガル語の古語に由来。 海底からは、白町外が多く産出し、沿岸住民の重要な制御となっている。特に海域東端、トレス海峡に位置する木曜島を中心に、1931年頃から、戦前までは、日本人の白町外採取のための潜水譜や、加工のための出稼ぎも多く、最盛期では、約3800トンもの白町外を採取していた。戦後は、 インドネシアやオーストラリアなどの間で公開と了解の範囲に関する国家間の意見の相違から漁業紛争が生じたことなどから日本企業による採取は1962年に中止された。ありがとうございます。